雪きなぎさすいづきんずゆなぎさすいきかりの山やまゆき、けいあ3月12日は、江戸時代初期の狩野派の絵師。慶カリノの画人、じん、三楽のむこようで、後継者。本性は、氏意味名はたし、いみなわみついは、だ足くけん、桃子小白とこ、しょはく三じん。むすは、かのえのう。すや、水平、二等に三角形を強調した。 幾何学的構図で知られる。九州非全国に生まれる。ジップは非全国の千賀道元。母は松浦市出身。陽名は彦像。父に従い大阪に移り住むが、慶長10年に父と死に別れる。彦像に画祭があることを知っていたらしいおじの僧は、当時と与富市の絵師として活躍していた、かの山楽に弟子入りさせる。その頃の彦蔵は、 三楽が、かの英徳の門人となったと同じ年頃であり、おそらく三楽は、自分の境遇に近い飛行像に同情して、そのうちで死にしたと思われる。弟子となった飛行像は、次第に頭角を表したらしく、三楽の長男、光京が創生すると代わりに、後継者となる。名場勝書に送った、聖古十経図洗面画から、遅くとも、現な5年までには、三楽の娘、 竹の婿となり、名も、平四郎と改め、仮の姓を授けられた。山行きの号を名乗った時期は不明だが、遅くとも三十代半ばには用いていたと推定される。また、縫いの助とも称したことが知られている。昭法四年九条降下の命により、東福寺所蔵の名著府で三十三未観音像のうち、欠けていたに幅を補作、その功績により、北京に除せられる。 ところが、その2年後の刑案2年9月、揚げ屋に収容される。理由は長く不明であったが、最近の研究により、三落の次男で山行きにとっては、義理の弟であるよりが起こした金銭トラブルが原因であり、山行きはそれに巻き込まれたことが判明した。よりは、山行きの名を偽って、借金を作り揚げ屋に入れられ、山行きは最初は、自分は、無関係としていた。 しかし、京都諸市代である、板倉重舟は、伊織は確かに山行の弟で、規定の借金を返さず揚げ屋に入れたままにするのは、不届きだとし、山行に速やかに借金を返し、伊織の代わりに揚げ屋に入るのを命じた。その後、三落の代から強いつながりがあった、九条美幸やら九条家の尽力によって、山行は出国することができたようだが、この時の振動がたたってか、 慶安4年62歳で亡くなった。墓は、慶狩りの代々の墓がある、千入寺。山行きは、孤独を好み、蔵書家で学者としての側面を持ち、絵画史研究を行った。山行きの子、蚊の営農が表した、本庁菓子は、日本絵画史の基本資料として知られるが、山行きの草稿を、永治が完成させたものである。エンコーズ、ありがとうございます。